はい、こんにちは、信太郎です。今日もグラビティデイズ2、重力的めまい完結編上昇への期間のあて彼女の内容中に修練者選択の続きをやっていきたいと思います。今日なんですけど、ちょっと重大な発表があります。前回ちょっと気づいちゃったんですね。この統計情報というやつ、統計情報というやつはちょっと見ちゃったんですよ。見てみたらこれね、なんとね、僕ね、もう物語これ半分ぐらい来てんのかなってなんとなく思ってたんですけど、見てください、物語の進行度、15% です。今ね、この動画撮るのが、この動画が多分17個目の動画かな。僕的にね、ゲームはまあ20ぐらい、まあ長くても30ぐらいに、30パートぐらいで終わらせたいなという気分があるんですけど、15パート。まあ、この調子だったら 100% と超えちゃいそうだなということで、難易度設定をちょっとね、イージーの方に変えさせてもらいました。今までノーマルでやったんですけどね。まあ、なんでこんなに遅いのかっていうと、僕が結構、カットはしてるんですけど、死にまくってるんですよね。まあ、意外とこれね、戦いとか難しくって、まあ、僕が下手すぎるだけかもしれないですけど、難しくって、なんでまあ、で、こっからさらにちょっと調べたら、ここからさらにちょっと難しくなっていくと物語が進むにつれて、なのでちょっとイージーに変えさせてもらいました。僕もね、できればこのゲーム面白いんで、ストーリー面白いんで、最後までやりたいなと思ってるんで、まあ難易度をね、ちょっとイージーに変えさせて、これからはやっていきたいと思います。ではね、ストーリーの方続きやっていきたいと思います。ここまでちょっと裏で飛んできました。メインストーリーの上の方まで。間違えました。ストーリーミッション始める。ここが人民集会の会場か。外にまで人がいっぱいだ。総督府やレイハビーナのやつらを吊るし上げろ。まずは富の分配だ。あいつらが溜め込んだ財産を没収しろ。経済の何たるかもしらん。コッパのコッパの労働者が、貴様らなんぞが舵を握れば瞬く間に国が沈むわ。秩序、治安、仕事も全部私たちあってこその恩恵を受けておきながら、なぜこんな恩をあだで返すような真似を。おい、いいか、あんたたちのせいで俺たちはな、なんだか大変そう。リザたちは中でどんな話をしてるんだろう。ああ、いいですね。髪型ね、髪型ね、ボスが髪切ってこの髪型になって僕大好きですよ。これは反逆だ。本国が黙っていないぞ。すでに正規軍を差し向けているはずだ。本国は近年急速に、衰退して辺境の地に介入する余裕などはない。総督府の老人たちは今までその事実を隠蔽していたのだ。嘘をつくな。我々を惑わそうとしてくだらない嘘。それだけではない。ジルガパララオ、周囲の空域が不安定化しているという噂も増えている。我は遠方攻撃船の乗組員からその情報を。黙れ黙れ。そもそも私が言いたいのはラオだかなんだか知らんが、なぜ君のような人間に上から話をされねば。マミー、私たちこれからどうなってしまうの。大丈夫よ、必ずダディとマミーがあなたを守るわ。エピソード11、群衆。立場変われば物の見方も変わる。仕組みを変えるってそう単純なことじゃないぜ。うん、一方の正義が他方には悪になる。まあまあね、勝った方が正義というね、立場の違いが生み出す亀裂に対し、その時の私はどんな言葉を口にすればよいのか分からぬままであった。新しいジルガパララオのために身を粉にして、奔走するリザとは裏腹に、総督によって富と権利を守られてきた富裕層住民たちの反発は根深く総督のシェルターに立てこもる老人たちとの膠着状態にも疲労に拍車をかけ、そして突如あの大厄災は想像を超えるその姿を表したのであった。そろそろ、聖者としての葛藤に、今は難しいお前ら漢字が読めねえよ読めねえよ。やつも所詮は女だ。我らの処遇を決断できるだろう。うん、せいぜい仮初めの勝利に酔いしれておけばいい。小娘たちに力の真の使い方など分かるものか。先々を見通せぬようではない。はい、漢字がね、ちょっと怪しいとこあったんで、皆さん、この動画見てる皆さんは、Google 先生に聞いてください。
あの空域侵入口を閉じさせぬよう砲撃は続けさせている。お遊びが終わり次第計画を。おい、何の音だ。ラピューターちゃん、ラピューターラピューターのイカズチだ。ルル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 ル巨大な町の残骸が生きているみたいに暴れてるんだ。全員が避難するにも船が足りん。今や軍も役に立たん。リーさん、船を出そう。ハビーナの人たちを助けに行こう。話は分かった。ただすぐに判断はできぬ。リーさん、こんな時何を言ってるの。即時避難のできる民衆を危機にさらすことになる。それにこれまでハビーナー民に散々虐げられていった者たちなのだぞ。妻と娘も屋敷に取り残されておるのだ。頼む、この通りだ。ああ、どこの民とかそんなことどうでもいい。リザにはがかりした。勝手に助けに行ってくる。クロー、行こう。ああ、まずはこの男の屋敷を目指そう。優しいな、お前ら。優しいな。富豪の男の屋敷に向かえと遠いな、ちょっと。ねえ、ちょっとね、本当になんかこれちょっと大厄災ですかね。本当にこれはなんかちょっとね、さっきあのラピュタの歌を歌っラピュタのあの曲を口ずさんでて、あんまりストーリー聞いてなかったんだけど、なんか厄災が起きたと。重力乱かな、なんか何が起こる、なんか暴走してんのかな、重力乱が。あれは潜水隊の人を助けた異次元にあったなんたらかんたら、異次元にあったなんたらかんたら。はい、ちょっと読めませんでしたね。あの町ノアハイラレオン、早い。テキストが早いです。テキストは、逃げ遅れた人を助けないと。これは読めましたね。あ、ここね、富裕層の島ということですね。ちょっと上の方を飛んで、あ、クロも後ろについていってんだ。まあ、こいつらを浮かしてって感じかな。浮かして下まで連れていくって感じか。あ、クロじゃなかった。クロこっちにいた。ここがさっきのおじさんの家ね。おじさんの家族は誰も残っていなかった。避難しますと書かれた走り書きがあった。あ、よかったね。そっか、じゃあ無事にどこかに逃げたってことだね。じゃあどうすんの俺ら、俺らどうする。まず、おっとおっと、これはどうすんだ、どうすればいいんだ。ちょっと離れるぞ一旦。ボールとしか離れろと。こっちか、オッケー。あれはやばいな、あのロボットはやばいな。ラピュータ以上だなあれは。これ今追いかけられてる、もしかして。そんなことないかな。あの青いの取りたいな、ぜひぜひ。このパワーは欲しい。このパワーが足りない、パワーが足りなくなるからください。あー、落ちちゃう。ボール突進と反対側へ落ちるんだ。ちょっと後ろ向いてみましょうか。なるほどな、なるほど。これ落ちてんのか。おーっと、やばいな。やばい、こっちに離れろってことか、巻き込まれる前にってことだよね多分。これちょっとね、向きとかがあんまり分かんなくなってんね。いや、そんなこともないか。あいつやばいな、これ倒さなくちゃいけないのかな。大きさがえぐいぞ、今までの比じゃないぞ。まあね、イージーモードにしてよかったなという感じですね。多分難しかったでしょうこれは。おっとおっと、離れハビーナの人たちを助けないと。助けに行きましょう、みんなを。
どうなってる？やばい。なんなのあれは。あ、これやばくない？あの化け物、まさかこの島を食っているのか？シプレラ、一旦二手に分かれよう。私はあの怪物の足止めを試みる。お前はその間に残された住民たちを救え。分かった、クロウ、気をつけて。住民は救助と。どこにいるんだ？あ、こっちか。この島じゃないんだ。とりあえずあれに向かいましょうか。移動が多いな。イージーモードになったらさ、この移動距離も半分になるとかにしてくれるんですね。移動がね、ちょっとなんかね、1000ヤードとかたまにあるからね。おーっと、多すぎるわ。レイハビナの男、あの怪物め、次は、あ、読めない。各自読んでくれ。各自動画を止めて読んでくれ。逃げ遅れた人たちがいっぱい。どうすればいいんだ？教えてくれ、誰か。え、シード、ちょっとあっち行きますか。シード、あの男が乗ってる、あら、これ、あ、やばいやばい、感覚がちょっとおかしくなって、こうか。2人とも、いつの間にここに。私も困ってる人を助けたくて、それで、でも俺も何か役に立ちたくて、ビスマレアから爆弾を運び出していったんだけど、あんな怪物に爆弾くらいじゃ全く基礎にないよな。うん、せめて逃げ遅れた人たちを助けることさえできれば、あの、せめて俺たちにも何かできることがあればいいんだが、あのね、無茶はしないで話を聞いてやって。無茶はしないで、黒でさえあいつを足止めするのがやっとで。あの、キテン、シド、わ、どうしたシシー。あのね、今あの化け物が掴んでる島と私たちがいるこの島をつないでいる橋を指導が運んでいった爆弾で壊したら。そうか、島同士を切り離せば島が芋づる式に食われるのは防げて時間稼ぎにはなる。シシー、それはいい考えだよ、やってみる。本当？私役に立てた？なお、キテン、役に立てたって言ってやれよ。キテン、頼むぜ。ただ爆弾には限りがあるからな、慎重にやってくれよ。爆弾で橋を壊せ。橋の破壊について、して橋を壊し島を切り離す船に積んである爆弾を重力スローで橋にぶつければ破壊することができる。なるほど、爆弾1個とか持ちたいんだけど、で、あー、ちょっと待って、時間があれだね。またもう難易度これイージーになってるか。本当にこれ敵だもんな、普通に。あ、走ってこれか。あ、向こう行けってことか。なるほど。あとはここから飛ばそうぜ。あ、なるほど。何回もぶつけろってことね。オッケーオッケー。やっていきましょう。はい、ちょっとね、爆弾ミッションは結構時間かかっちゃったんで、ちょっとカットしました。うん、ちょっと難しかったというか、なんかね、ややこしかったね。だいぶ 2回ぐらい死にました、普通に。イージーのはずなのに、なんだこの難しさ。全然イージーじゃねえ。おっと、危ない。敵が多いんだって、ここ。なんだよこいつら。女の子の声が聞こえたね、ここかな。はい、来たよ。この子は安全なところに連れて行かなくちゃと。これでいいのかな。おい、ちょっとやめてくれ。あ、そう、来い。で、安全なとこ行きましょう。こっちかな。いやー、なかなかの難易度。おっと、女の子大丈夫か。ここ安全じゃないと思うけどね。まあまあ、あっこよりは安全か。おっと、オッケー。ママーと。オッケー、頑張れ。生きろお前ら。全部吸い込まれてる、この核みたいな。
消滅した。どういうこと？あー、なんかイソギンチャクみたいなの俺が倒しに行かなくちゃいけない感じかな、これもしかして。あー、ファビーナもう終わりか。まだ終わんねえ。マキヌ、町の怪物がゲイチゲイ、うん、劇場棟を飲み込んだ。ゴス、あの怪物、町を食うだけじゃないぞ、さらに成長までしている。あいつ、このままジェルガパララを全島を食い尽くす気か。そんな、逃げ遅れた人たちをどこに避難させれば。この状況で全員を助けるのは難しい、私とお前だけでは。そんな、私諦めたくない、そんなの嫌だよ。私だって同じだ、しかしなるほどね、苦労はちょっと全員は無理だと、大事な人に助けようと、キツネは嫌だと、キツネはみんな助けたいと。どっちが正しいのかね、賛否両論分かれるでしょうが。リザ、かわいい、遅れてすまなかった。お前には何度も教えられてばかりだ、これほどの事態を前に上も下も関係ない。我らはこれから全力でハビーナ民の救助に当たる、うん、リザや、よし、リザたちが救助に専念できるよう私と苦労で。ああ、化け物の相手だ。腕についているネイビーを、ああ、なるほど、さっきのね、あの、イソギンチャクってことか。なんか浮かせれ、なんかこう浮かせれないの。なんか当てて殺したいんだけど、あいつ。直接行かなきゃいけないのか。まあ、一個一個倒していきますか、じゃあ。こうなると。こいつでしょ、こいつ。おっと、そこじゃない、こっちな。オッケーオッケー、はい、全部の腕やっと倒せました。向こうに向かえばいいのかな。ちょっと大変だったな。何分ぐらいだ、5分ぐらいやったか。やったか。あの不気味な振動は止まったけど、動きを止めたのは確かだ。ただ二度と動き出さないという確証はないが、一旦リザたちと合流して話し合った方がいいね。あ、もう、そんな、シシ、え、シシ死んじゃった？お姉ちゃん、私を守ってくれたの。それでお姉ちゃん、怪物に食べられちゃったの。リザ、私絶対にシシを見つける。待て。闇雲に動くわけにはいかん。今はあの怪物から町を守ることを優先せねば。そんなこと言ってもシシーが。リザ、あの怪物の狙いが分かればそれが弱点の手がかりになるのですが、そんなもん分かるかよ。クソ、総督府も厄介な面倒を残していきやがって。まあ結局総督府のお偉いさんもあいつらの餌食になったわけだから自業自得か。じじいたち死んだの。ノア・ハイラレオン、みんな聞いてくれ、俺に考えがある。次元を超えジルガパララ王へと上陸した怪物、それはかつて私たちがヘキサビルから消えるきっかけとなった事件の発生場所、ノア・ハイラレオン。あ、前作のやつかな、ちょっとあんま覚えてないな。あの怪物の元になっている町、ノア・ハイラレオンのことなのだが、指導が得たある推測、それがたった一つの可能性であっても、その時の私たちはそれにかけてみるしかなかった。あの怪物がこのノア・ハイラレオンならば、重力機関部を破壊すれば動きを止められるかもしれない。はい、前回か前々回の動画でなんか入っていった、世界の中にこれありましたね。このオブジェがある中央島の直下、この内部に侵入。とても中に入れそうな感じじゃなかったけど、なんだこれ、この信号弾を渡す。中央島までたどり着いたら信号弾を撃ってくれ。ではマジ、合図と同時にそこに向かってビスマレアへの砲撃を放つ。なかなか強引な作戦だな。でもやるしかないみたいだね。
亡霊都市の侵入口を探せと、あっこに行って、あっこに行ってまた、あの月みたいなやつを見つけて、で入っていく、もしくは信号弾をそこで放つということですね。はい、じゃあね、今回動画はここまでにしましょう。セーブできるかな、こう関係ないかな、場所は。なかなかね、なかなかイージーモードにしても、あれ難しいなと。何がイージーになったんだと。今のところは もしかしたらイージーになってないのかもしれないですね。ボスが弱くなるみたいな感じだけかもしれないですね。いや、今回はここで終わりましょう。次回はね、あっこに飛んでいったところからまた始めたいなと思います。もしよければ高評価、チャンネル登録をしてもらえれば嬉しいです。では最後まで見ていただきありがとうございました。信太郎でした。バイバイ。